ここまでと。カカシ、これは。ああ、彼らは霧隠れの最強部隊。霧隠れ、忍び刀死人衆の前任者たちだ。ザブザとハク、あの二人は俺が止める。なるほど、カカシはあくまでザブザとハクが狙いですか。よほど二人と因縁があるようだね。なら思う存分戦ってもらおうか。ガイ、あとは頼む。ああ。さて、俺たちの相手はあの6人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦、一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて、カッコ撃破を狙った方が確実じゃ。多少の無理は承知だ。だがここで時間をかけるわけにはいくまい。俺たちの力で忍び方が七人衆を一気に殲滅するぞ。ガイ先生の言ってることもわかるけど、でもここは三人分かれてのカッコ撃破に努めた方がいいと思う。さくら、お前の気持ちはわかる。だがここは多少無理してでもまとめて戦った方が結果的に被害を最小限に抑えられるだろう。でも大丈夫です。僕らの力を合わせればできないことはありません。わかりました。でも本当に危なくなったら引くことも考えてください。わかっているが、今見据えるのは勝利のみだ。行くぞ。はい。七人衆、なかなかの相手だ。だが、俺は絶対に負けんぞ。戦闘開始。熱いぜ。クリアラで決まるには躊躇。勝負の意味で変わった武器を持っているようですね。アケビの陣人に気をつけろ。戦闘断りはどんなガードも叩き潰すぞ。なかなかのやり手のようです。これは注意せよ。はぁ、呼んでください。はぁ、アサッチジャイル。息を合わせて。また呼んでください。オカさん、アサッチジャンル。また呼んでください。アサッチジャンル。内藤牙の使い手リンドアベンジ、奴の雷撃には気をつけろ。雷を扱う忍びです。
動きとアサッチャンス。また呼んでください。アサッチャンス。お待たせ。熱いぜ。アサッチャンス。激しい戦いだったが、俺たちの勝ちだ。音の方角からするに、あの方向は…カカシ先生、ザブザ。待ってろ。そう時間はかけない。戦闘開始。お前たちの思いは俺の手取ったよ、ザブザ。お前たちともあの時戦えてよかった。あの戦いがあったからこそ今になるとはあるんだ。そう。あの時のお前は迷っていた。だがその迷いこそお前が人である証だ。お前の墓は人間として死んだ。もうこの世にいていい存在じゃないよね。大嫌い。この子ごと俺を斬るつもりか。この子ごと俺を斬るつもりか。どうしてだ。なぜついていけない。ザブザ、お前はあの時ハクを斬ることをためらった。だが今は違う。感情のない自動運ってやつ。貴様らのような平和ボケした忍びは本物の忍びじゃねえ。仲間だな。そんなことを言っている段階でアマちゃんなんだよ。遅い。水流弾撃。素晴らしい道具だったぜ。ザブザ、本当にお前はそう思った。
さよならだ、キジンギャ。悪は俺にとっちゃ道具の一つに過ぎねえ。俺のために戦い、俺のために散る、俺のためだけの道具だ。無駄だ、押すか。よし、君の実力はそんなもんじゃないだろう。さあ見せてもらおうか、霧隠れの鬼人、その本当の力を。お前らの死に様と涙は、できるならお前と同じ場所に生きてえな。俺もお互いの絆そのものだったよ。あいつら敵だったけど、俺あいつら好きだった。俺もだよ。江戸天聖、この術は許せない。まあ俺も熱くなるまで時間のかかる方だが、今回は久しぶりに沸点が低かった。千の術をコピーしたコピー忍者のかかし、これより
通りな通り暴れる。